動画のご視聴ありがとうございます。旅する着物男子バドシンです。この動画にぜひコメント高評価そしてチャンネル登録お願いします。先日からお世話になっているゲストハウスメインさんで一泊させていただいて、もう一泊はするんですが、この岩手貧乏旅行編の最大の目玉といえば SL 銀河を一番に推しているんですけれども、あまり SL 銀河のことをご存知でない方のために簡単にこの蒸気機関車について説明させていただくと、 SL 銀河2014年ちょうど10年前に運行を開始したんです。しかし客車の老朽化が原因で来年2023年の春引退と去年の段階で発表されています。そうなったらもう乗るしかないですよね。他の選択肢はないと思うんです。また SL 銀河のモチーフにはこの花巻出身の小説家宮沢賢治が深く関わっていますので、宮沢賢治の世界を再現した蒸気機関車がどんなものなのか、おそらくこれが最初で最後になると思います、僕にとっては。なのでこのチャンネルをずっと見てくださっている方にとってはとても貴重な映像になることは間違いありませんので、ぜひぜひ最後までこの旅行動画見てください。もうすぐ花巻駅に着きます。 SL 銀河が優先するまでにはまだまだ時間はあるんですけども、駅構内でゆっくり待ちたいと思います。花巻駅に着きました。車がいっぱいあるんで写真で申し訳ないんですけど、向こう側に花巻駅が見えます。早速改札を抜けてしまいましょう。ちなみに来年終わってしまうネタを言われてもなぁと言われるかもしれないんですけど、乗車賃として青春18切符使えることを確認済みです。改札を抜けまして今花巻駅の1番ホームにいます。1番ホームは釜石線のホームになってまして、 SL 銀河は釜石線を通りますから10時7分にこのホームに現れるそうです。でもうちょっと詳しく SL 銀河についてお話ししたいなと思うんですが、 SL 銀河もともと岩手県営運動公園の交通公園に生体保存、動かない状態で保存されてました。詳しい方はいっぱいいらっしゃると思うんですけども、型式番号は C58239 と蒸気機関車を胴体復元したそうです。種別としては快速電車になります。まあ、客車の方なんですけども4両編成です。これは磐越物語、会津若松から新潟県の新津まで運行している C57 蒸気機関車に比べるとちょっと車両数は少ないかなという気はします。もちろん観光列車なので通常の普通乗車賃の他に座席指定券が必要でこの情報いるのって言われたらおしまいなんですけども、大人1枚が840円します。一応見本をここに出しておきます。でまあざっくりと申し上げますと、1号車にプラネタリウムが設けられてまして、プラネタリウムを見るために整理券が配られるんだそうですが、整理券をどうやって入手するかについては全く情報がありません。到着した時に乗務員さんに聞くしかないです。僕にとっても一生の一度の機会なので、なんとかプラネタリウム券をゲットしてお見せできるように頑張りたいと思います。ちなみにプラネタリウムがある1号車は釜石行きの場合は最後尾になるので、確か僕は1号車に乗車する予定になってたと思います。それで停車駅なんですけれども、まずこの出発地花巻駅をスタートして新花巻駅、次が土沢駅、そして宮森駅、遠野駅で、遠野駅で給水作業と蒸気機関車石炭を燃やしますから、その灰を捨てる作業で1時間停車します。その後上有栖駅、次が一中大橋駅、そして最後に釜石駅、この順番で停車していきます。駅名間違えていたら本当にごめんなさい。停車駅ではないんですが足ヶ瀬駅という駅があるそうなんですけども、こちらで車両点検のために6、7分ほど停車するらしいです。あと見どころとしては花巻出身の宮沢賢治の世界観がモチーフとして取り入れられてますので、大正レトロのガストランプですとかステンドグラスを使った飾り照明ですとか、見どころいっぱいの車両になってます。そういったところも楽しみにこの旅行動画を見ていただければなと思います。もちろん観光列車にありますので、当チャンネルの再生リスト観光列車で楽しむ旅行記の一本にこの SL 銀河の旅ご愛させていただきますので、そちらも楽しみにしててください。こちらが盛岡方面なんですけど、 SL 銀河はこちらから現れるそうです。なんか機動車が引っ張ってくるとかっていうことなんですけど、実際のとこはよくわかりません。あと残り9分でやってきます。ついに SL 銀河が花巻駅に登場です。キハ141系機動車に引っ張られながらゆっくりもうすぐ現れます。
SL 銀河のプラネタリウム整理券配り始めてるらしいですよ。急がないと。さっき通り過ぎた4号車の中に売店があります。売店では岩手のクラフトビールも飲めるそうなんで、後で買いたいと思います。ちなみに僕は1号車で座席取ってたはずなんで、1号車ですね。1号車に乗り込みます。車内こんな感じです。雰囲気がちょうどいい。素晴らしい。座席こんな感じになってます。プラネタリウムの整理券取れるかな。花巻を出ますと、停止電気、新花巻、陸中大橋、終電、花巻車中に停止します。万越物語と比べると、席はかなり広いです。一人なんですけど、終電の花巻車まですぐ来れると思います。1号車で取ってる座席、ありがとうございます。プラネタリウム券をゲットしました。1時35分から上映会が始まるそうなんで楽しみです。やった、取れた。銀河コレクションということで、宮川賢治に関連する展示物がこういうことなんですね。実物を見てようやく理解できました。各車両にはフリースペースが何箇所か用意してあるんですけども、長時間占用しなければ自由に使っていいそうです。出発前にいろいろ見ておけるものは見ておきましょうか。こういうのがあるのはいいな。比較して申し訳ないんですけど、万月物語なかったので。4号車の売店に行きましょう。4号車の売店には河野醸造さんのクラフトビールが売ってるはずです。出発してしまうとおそらく混み合ってしまって入手するのも困難になると思いますから、今のうちに買ってしまいます。じゃあ3号車から入りましょう。あ、広いな。広いです。こんな感じ。この通りのソファーがあるんだ。俺は気分いいだろうな。ちょっと駆け足申し訳ないですね。今的にウルトラ公園で生態構造ですよね。今この状態だったんです。こうやって大宮の方で運搬から始まってもうすぐ運行終了してしまいますけど、動いてくれてるということですね。今のうちにスタンプをゲットしました。売店にだいぶ人が並んでます。水とビールを買って1号車に戻ろうと思います。お待たせいたしました。 SL 金貨河合主義でまもなく発車いたします。お乗車の方でお待ちください。花巻を出ますと次は新花巻に。もうすぐ出発です。いや、並んでる並んでる。やばいな、どうやって U ターンしようか。出発、糖のビールとそれから三ツ矢サイダーください。ありがとうございます。SL 銀河出発しました。てかもう出発してるけど、次の停車駅新花巻駅です。これはちょっと余熱物語では見れなかった光景。こんな真後ろに石炭を積んでいる荷台が見えるなんて。 SL 銀河のモチーフになっている宮沢賢治が後ろに映ってるんですけど、宮沢賢治が生前好きだったのがこのサイダーだって言われます。宮沢賢治が生前好きだったサイダーを飲みながら旅の始まりを祝いたいと思います。旅の始まりと宮沢賢治との出会いに乾杯。うまい、最高にうまい。ああ。今、新花巻駅出発しました。見てください、収穫前の稲が青々と茂ってます。
ただいま展示品がございますが、手を触れませんようお願いいたします。そろそろ本のビールいただこう思います。ちょっと向こうで長いしすぎた。そろそろ1号車行きましょう。1号車1号車ごめんなさい、すいません、失礼します。よいしょ。おお、ごめんね、頭ぶつけるとこだったね、ごめんね。1号車戻ってきましたね。プラネタリウムの整理券は売れ切れてしまったみたいです。いやーよかった、早めに取って正解だった。孫ついてる間に指定席の場所全部埋められてしまいまして、座るところがなくなって、逃げてきました。あまりここも長いはできないと思うんですけど、途中1時間停車する遠野駅、実は遠野醸造さんというクラフトビールのメーカーさんがあって、さっき売店でこの遠野エール買ってきました。説明はもう不要です。いただきます。あ、いい音。さっき散々持ち歩いてたからな。爆発しなかった。もうこのまま行っちゃいます。ああ、なんかふわっと広がってきますね。エールの味というか、香りというか。うん。ああ、これ飲みやすいわ。SL 銀河に乗った時に、これは絶対飲もうと思ってたんです。お酒好きですか？たった今、乗務員さんから素晴らしいプレゼントがありました。SL 銀河の乗車記念証です。さっきフライングして押してきちゃったんですけど、まあ、スタンプの向き逆ですけどね。これで2枚ゲットしました。これが SL 銀河のというか、釜石線の全ての時なんですけど、釜石線って別名が、習いていたら、各駅にエスペラント語っていう宮沢賢治の特殊世界の言葉かな、ちょっとわかりませんけど、特にエスペラント語の愛称がついてるらしい。全部で24駅ありますけど、こうした愛称が。ついているということです。確かお昼頃に遠野に着くので、さっきまでトンネルの中にしてました。あ、でもここ涼しいな。ちょうどここ通風口の真下なんで風がダイレクトに来ます。あ、涼しいちょっと暑いところにいましたからね。流れていくように去っていく景色と、時々入り混じる蒸気機関車の煙と、本当に風情があるな。これが来年で終わりなんですよ。来年の春で歌えないな、本当に。 YouTube とかで全面展望は流行るんですけど、後面展望はなかなか見てくださる方いないんですけど、せめて蒸気機関車 SL に乗っている時は後面展望をゆっくりお見せしたい。遠ざかっていく線路の何とも言えない余韻の残し方は素晴らしい、個人的な意見ですけど。1号車のフリースペースに来たんですけど、取ったはずの座席はご家族全がゆるゆると使えてない、どうぞどうぞってお見つけして、僕は行くあてもない不老者みたいになっちゃってます。間違ってるかもしれないんですけど、客車で使ってるのは確か規範141系だったと思いますから。今僕がボソッと話しましたけれども、全くその通りで、SL 銀河に使用されている客車は、もともとは JR 北海道で使用されていた、キハ141-700番台というディーゼルエンジンを搭載した車両を譲り受けて改装したものが使われているそうです。これにはちゃんと理由があります。銀河ドリームラインの愛称を持つ釜石線ですが、急勾配が多く、実は蒸気機関車のパワーだけでは坂を登りきれないという実態があったそうです。地図を見ていただきたいのですけれども、個人的な意見ですが、それが顕著だなと思うのが、この仙人峠周辺の地形です。仙人峠の西側で標高560メートル、東側で254メートルの地点に駅が作られたこともあり、現在の形に落ち着くまでには様々な線路を敷く計画が立ち上がったそうでして、最終的には足ヶ瀬駅から栗の木峠の下を足ヶ瀬トンネルでくぐって、そして神有水駅
駅を経由し土倉トンネルを抜けて大きなオメガカーブを描くようにして陸中大橋へと至る現在のルートになっていると言われています。ですから SL 銀河にとってキハ141700番の客車は本当に大切なパートナーと言えるかもしれません。この間は実家に帰った時に若狭鉄道の3タイプの観光列車若狭号、八頭号、昭和号同系列の気がしますが、これは完全に僕が間違えてましたね。若狭鉄道で使用されている車両は WT3000 系という機動車でした。車両前面の形状が似ていたので知識もないのについ似ているように感じてしまったのだと思います。本当にすいませんでした。若狭鉄道にも乗った鳥取ローカル線の旅については今サムネイルも出していますけれども、ぜひ再生リスト鳥取里帰り編か配信済みの動画の一覧からご覧ください。ご存知の方はぜひコメント欄にご意見をお寄せください。僕はこのままマイペースに過ごします。次の宮本に12分停車だそうで、これは戦いになりますよ。誰が一番いいポジションで蒸気機関車を取るか戦いになりますね。これは戦いの予感がします。怖い。宮森駅に到着しました。先ほども申しましたけども、ここで12分停車します。早速蒸気機関車を取りたくて仕方がない人たちがブズブズしながら移動します。一応僕も向かいますけどね。宮森駅着いてます。宮森駅ですね。滑舌が悪くて申し訳ない。万越物語のクリスマストレインのことがありますから、なるべく他の方を映さないように、ご迷惑にならないようにしなくてはいけません。かなり難しいです。難しいけどやらなくてはいけない。あ、こりゃ安心だ。これは戦いにならなくて済む。こっから先立ち入り禁止です。ご苦労様でございます。お疲れ様でございます。大人も子供も関係なくワクワクできるのはやっぱり蒸気機関車のすごいところかなって。私も調子に乗って鳴らしちゃいますよ。あるかな、この下手くそめ。いい音が鳴らなくてごめんなさい。下手すぎてごめんなさい。そろそろ戻りたいと思います。あと5分で宮森駅を出発します。あー楽しかった。まさか駅のホームにベルがついてると思わなかった。じゃあ1号車に乗りましょう。よしっと、ちょっとあっちこっち歩きすぎました。少し休憩しようと思います。朝日が鳴り始めました。宮森駅出発です。列車動き始めました。 SL 銀河動き始めました。次の停車駅確か遠野だったかな。後でまた確認します。ワクワクが止まらないんで、あっという間に時間が過ぎていく。次は大野駅で1時間停車して、冒頭でも言いましたけども給水と買い捨て作業があって、その間ゆっくりできるみたいなんで、大野駅の周辺をぐるっと散策してみようかなと思います。思いつくままでもあれですけど。もうすぐ遠野駅です。あっという間に遠野に着いてしまいました。遠野駅に着きました。初めて降り立ったな。釜石線自体が初めてなんですけどね。車内放送あった通り、ここで整備作業がありまして1時間ほど止まります。次の発車は13時31分だそうです。それまでゆっくり待ちたいと思います。人を映さないで。はい、 SL 銀河と僕。いやー、いい天気だ。
とりあえず僕はもう旅行あまりしたくない人でも楽しんでくれればそれでいいんで。あ、おしぼりありがとうございます。あ、クーポン、はい、冷凍のおしぼりとクーポンが来ましたよ。なんだろう、冷凍のおしぼりとクーポンをいただきました。これでなんか軽く食べてくださいって、そういうことですかね。1時間あるんで行ってきましょうか。こんにちは、初めて遠野に来ました。釜石店も初めてです。ちなみにプライバシー配慮してお姉さん方は入ってないんで大丈夫です。入ります？思いっきり YouTube 入っちゃいますよ。プラットフォームなくなるまでずっと残りますけど、言って怖いこと言うなお前。冗談ですけどね。今日は東京から東北本線をずっと北上してきました。7月に旅費を使いすぎたんで18切符だけで、まさかこんなサービスがあると思ってなかったんで、1時間のうちに楽しみができたなって。歓迎、ようこそ遠野へ。来ました、座敷わらしとクラフトビールが美味しい街、遠野へ来ました。おにぎり売ってるんで多分チケットを使えるはずなんで、行きましょうか。遠野ゆうやさんっていうさっきもらったクーポンが使えるお店があったんで順番にお見せします。ちなみに移せばいいじゃんっていう話なんですけど、整備に入ってた SL 銀河の蒸気機関車また戻ってきました。最初おにぎりこちらです。遠野さん青南蛮大辛どべっこ漬け、次ネギ油香る後味チャーハン、これなかなかおにぎりの具材としては珍しい。ダーサイ、3つあれば終点の釜石まで多分間に合うと思うんで今のうちに食べちゃいたいと思います。先にドベコ漬けいただきます。大辛って書いてあるからもしかして辛いやつかな。いけちゃいます。辛かったら嫌だな。辛さが徐々に感じるようになる。ドベコ漬け初めて見ましたけど、でも極端に食べられないぐらい辛いわけではなさそうです。じゃあ次ダーサイクマでん、ダーサイはどんな味がするですか。あー辛い、さっきのパンチはドベッコ漬けのパンチが効いてきた。うん、ドベッコ漬けの後で食べるとちょっとさっきの辛さちょうどいい塩梅に変わり、これはこれで美味しいな。ダーサイの歯応えもいい。最後は後味チャーハン行きましょうか。ちょっと性質の甘いええよっていう感じですけどね、すいません。やってまーす。で、あ、そうだ、ちゃんとチャーハンっぽくなってる。いただきまーす。うん、これはなんかほんとチャーハンだ。コンビニで食べるチャーハンよりチャーハンチャーハンしない感じがします。肉の味もちゃんとするし、というわけで、あっという間に完食しました。いや、美味しかったです。これで、後半の旅が、またさらに楽しみになりましたね。で、ここからの予定ですが、遠野駅を出発したら、いよいよお待ちまで、プラネタリウムの順番が回ってきます。プラネタリウム、どんな感じになってるのか、なんとか頑張って映像に収めたいなと思います。ぼちぼちと、客車の方に戻ろうかなと思います。こういう時は、あまり、うろうろしない方がいいですからね。戻れるときは早めに戻る、その方が良いので。これちょっと見落としてましたね。ガチャガチャありました。なんで出発するまでに見つけられなかったんだろう。これが飾り照明というやつですね。なかなかゆっくり見る暇がなくて、今やっと気がつきました。遠野駅まもなく出発です。なんかファンファーレみたいなのになってますけどね。お、走り始めましたよ。遠野駅を出発です。いや、美味しいおにぎりいただきました。あんでは本当に美味しかったですね。まあ、車内で遠野エールいただきましたし、また別の機会を作ってここに行きたいと思います。釜石店なかなか面白そう。遠野よ、また会う日まで。遠野駅を出発しました。いよいよ13時45分開始のプラネタリウムを開催します。
プラネタリウムの上映するコーナーに反応して、割と広くはありますね。この時僕は知らなかったでは済まされない、とんでもない過ちを犯していたのでした。まあ、プラネタリウムの上映会は終わりました。本当に申し訳なかったんですけども、プラネタリウム上映の際にカメラでの撮影禁止だったっていうことですけども、それを好奇心で撮ろうとしてしまう。本当に申し訳なかった。簡単に感想だけお伝えしたいと思うんですけども、宮沢賢治、銀河鉄道の夜を題材に幻想的なプラネタリウム、10分程度の上映だったんですけども、引き込まれるような夜空の星々を映し出していて、癒しと幻想が程よくミックスされたいい上映会だったなと思ってます。抽象的で申し訳ないんですけども、いい上映会でした。来年の運行終了までにもし乗ってみたい人いたら、ぜひ整理券ゲットして見てみてください。楽しいですよ。もうちょっとしたらひまわり畑列車が通過するみたいです。お、牛、あ、牛取り損ねた。お、ひまわり畑です。ちょっと元気ないかな。ひまわり畑に人いっぱいいた。ここが足ヶ瀬駅ですか。ここでまた点検があって67分止まってたんですけど、また走り出しましたね。残る駅は上有栖駅と陸中大橋駅。上有栖駅が次の駅ですね。残り3駅、名残惜しいですけど、 SL 銀河の旅クライマックスになってきました。本日陸中大橋駅までは当面の長い区間を走行いたします。上有栖駅電車中央を上りまして、走行中まずはご指名ください。ご協力をお願いいたします。足ヶ瀬から上有栖にかけてちょうど長いトンネルを通っているんですね。で、上有栖でまた数分間停車するらしいです。白く煙るトンネルの内部っていうのはなかなかいいものだと。ここはトンネル抜けました。降りる予定じゃなかったんです。降りちまいました。上有栖駅着きました。上有栖駅を出発です。停車駅が残り2つになりました。あっという間でしたね。陸中大橋駅着きました。降りてみます。ここで7分停車。うわー、すごいな。陸中大橋駅着きました。向こうにですね、ものすごい長いトンネルがあったんですよ。足ヶ瀬から陸中大橋来るまでに、ダダンと見ますか。僕が消えた方がいい。はい、じゃあ消えましょう。危ない場面ありましたが、他人事と思わず十分に気をつけたいと思います。まあ、しっかり見ることができたんで十分満足です。喉乾いたのでもう一本サイダーをもらってこようと思います。その前に1号車で取り損ねたやつを取っておきましょう。陸中大橋駅出発しまして、トンネル入ってたので残すは釜石駅だけになりました。この蒸気機関車の旅も間もなく終わってしまいます。名残惜しいです。長かった鉄道旅行が終わろうとします。宮沢賢治に敬意を表して、あっという間の5時間でした。釜石駅到着です。
ドアが押しボタン式です。ドア横、開けるボタンを押してお降りください。釜石駅に着きました。 SL 銀河本当にありがとうございました。来年の春終わってしまうのは本当に寂しいですよ。ずっとたむろしてるとね、混み合っちゃってトラブルの元になりますから、早めに引き上げさせていただきました。釜石の方からまた心温まるプレゼントをいただきました。もしかしたらこの中にも遠野の時みたいなサービス券が入ってるかもしれない。とりあえず改札を出たいと思います。というわけで改めまして釜石駅に着きました。ちょっと駅舎の前が混雑しているのでお蕎麦屋さんの前で失礼します。まあ来年の春運行を終了してしまう SL 銀河なんですけれども、それぞれ特徴があるなと思ったのは、まず乗車記念にこれ改札でいただきました SL 銀河を走らせるのに使っている石炭ですね。でまあちらっと改札を出る前に釜石の市民の方からこちらの記念品をいただきました。本当にあっという間の5時間で名残惜しいの一言に尽きてしまうんですけど、僕は多分これが最初で最後になると思うので、記録映像としてずっと残ってくれればいいなと思ってます。僕の撮り方があまり上手くなくて雑な部分をお見せしちゃったかもしれないんですけど、どこか一つでもお気に入りのシーンがあればいいなと心から願っています。そんなわけで今回の鉄道旅行を楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメント高評価チャンネル登録をお願いします。一言だけ言わせてください。岩手貧乏旅行まだまだ続きます。お楽しみに。最後まで見ていただきましてありがとうございました。